3番の勝部が8番手から踏み出していきます。中四国勢は中段から現在後ろになりました。105回生3番の勝部、ここも思い切っての発進か。近畿勢2番中村は引いてくる流れ、バックストレッチは一旦勝部が叩いて、その上から9番横内が抑えてくる形。中四国勢3人で切って、金の3コーナーから2センター、九州勢2人は中段4、5番手、近畿勢6番手から9番手後ろの状態です。400メートルを今通過、9番車の横内が強気にかけていって一列棒状です。九州大もチャンス十分、中段3番勝部は4番手変わらず、2番車中村は6番手で溜めて一発の勝負となっています。まだまだ一列棒状、バックを通過残り200、ここまでは中四国勢理想的に運んでいます。6番手から2番中村が仕掛けていって、5番まだはインコースを探る、3番勝部中段から踏み上げます。第4コーナーから直線コース、中四国勢の展開だ。9番車の横内が先行、あとは1番作田と5番窓場です。ちょっとマジック。